夜が明けて新しい一日が始まった。結局昨日何の動きもなかった。サースカ先生は何事もなかったかのように沈黙を守っている。そのことは逆に不気味さを感じさせ、俺の緊張を増していく。まあ、あからさまに正体暴いたらもうこの学校いられなくなるしね。その辺どうなんだろうね、最後の方とかね。授業めんどくさいな。マリナ、明日ないわよ。はい。テレシア祭の準備があるんだから、午前の授業は免除してくれたらいいのにな。だよね。マリナが理事長だったら絶対そうするよ。あなたたち、なでしこ会の運営そのものが名誉あることなのよ。私たちにしかできないことなのだから、そんなことを言ってはダメじゃない。さすが雪乃様、心構えが全然ちゃうの。まあ、だいたいマリナはゲームで夜更かししてるだけなんでしょ。あら、ゲームするのはなんか意外だな。バリバリ。食堂ではなでしこ会の面々が何気ない会話を交わしている。私、礼拝の時間って大好きなんだよね。ユーリ様って敬虔なクリスチャンなんですね。そうは見えませんけど。失礼ね。なんか神父様のお話を聞いてると心が清らかになるんだよね。こんな学院生活を送りたかったな。こらこら、素が出てるよユーリちゃん。いやだな、現に送ってるじゃないですか。相手がユーちゃんでよかったね。あ、うん、そうだよね。まるで変わったところのないいつもの朝の風景だ。だが油断はできない。俺は学院に来て以来感じたことのない異常なまでの緊迫した空気を察知していた。あら、大子様、今日は大盛りじゃないんですね。え？今日はご飯が普通盛りです。あ、本当だ、うっかり忘れてました。嘘だ、あえて量を減らしたんだ。集中するには少しくらい空腹な方がいい。確かに満腹ってなっちゃうともう眠たくなっちゃうもんね。今日一日何が起こるかわからないから。ルカの福音にはこうあります。教会の中の描写ってなんだかんだこれが初めてだな。覆いかぶされているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。静かな礼拝堂に神父の優しい声色が響く。周囲の目を盗むようにして辺りを見るが、サースカ先生はいない。俺の隣では雪乃が瞳を閉じて神父の話を聞いている。レンや大多数の学生も同じように目を閉じている。神父さんのありがたいお話聞くときは目を閉じないとダメなのね。うん、おー、豪華だ。いや、目を閉じてるやつ、閉じてるだけじゃないやつが一人いるな。ユーリ、お前ってやつは。寝とるー。エージェントがうっかり眠りこけてるんじゃねー。ほんとね。神父様のお話を聞いていると清やかになるとか言ってたくせに寝るか。あれは寝て体がすっきり清やかになるっていう意味だったのかな、もしかして。全然聞いてないじゃん。どうしました雪乃様。なんでもないわ。むちゃくちゃ気になります。一次元目は笹塚先生の授業だから早めに理科室へ行かないとと思っただけよ。今日は実験だから準備もしなければならないし。ってことはなんかその実験中に何か向こうも仕組んできそうだな。キュピキュピーン。何今のキュピキュピーンで何のことなのね。雪乃と笹塚先生が会うのか。それは非常にまずい。なんとかしなければ。そうそう、雪乃とは年齢が1個違うって設定になってるから、さすがね、同じ授業に出るっていうわけにいかないよね。雪乃のクラスのガードに情報を提供するか。その人に気を配ってもらえれば笹塚先生が雪乃に手を出しづらくなるはずだ。いや、それはできない。俺の任務は極秘で、会ったこともないガードに情報を渡すのは非常に危険な行為だ。ほぼ黒だと言えるが、万が一にも笹塚先生が犯人ではなかったら。
その時はアイディスの立場が悪くなる。ああ確かに俺が直接守らなければダメだ。俺のクラスの1限目はルミ先生の授業だった。今こうしている間にも雪乃が危険に支えているかと思うと気になって仕方がない。授業なんて受けてる場合じゃない。嫌な予感が先から止まらない。雪乃を守らないと。今日の授業は音楽に関することです。あれ、うるみ先生って国語の先生じゃなかったっけ。これでも先生の家族はみんな音楽家なんですよ。感心するような声が学生たちの間から漏れる。俺はすっと席を立った。先生。あらあら山田さん、どうしましたか。急にお腹が痛くなってトイレに行かせてください。休み時間まで我慢できないのですか。我慢できたらこんな恥ずかしいことしていませんわ。だね、よほど切羽詰まってないと。あー痛い。俺の悲鳴にうるみ先生はびくうとか身をすくませる。もうダメ。おろおろとするばかりでうるみ先生は許可を出すことを忘れてしまっている。ダメじゃん。無理やり飛び出すか、それでも言い訳をできるだろう。先生、いいって言ってやってください。出ないとタエは卒業するまでからかわれます。レンちゃんありがとう。おもらしタエちゃんってそこ真顔で言われてもちょっと困るな。レン助けてくれてるつもりなんだろうが、おかげで俺はまた何か大切なものを捨てた気がするぞ、人として。いいですよ、トイレに早く行ってらっしゃい。おもらししないうちに。俺は痛い視線を受けながら教室を出た。とにかく理科室へ行って雪乃の安全を確保しよう。どうか何事も起こっていませんように。全力でかけていき、1分で理科室の前にたどり着く。どんだけ離れているんだい。理科室の外からでは揉まれないし、下級生の俺が部屋に入っていくわけにもいかない。だが相手は毒を使う遅効性なら授業中に雪乃に使っても怪しまれない。相手は教師なのだから。飲食物に混ぜるのは2度失敗している。3度目は確実に殺そうとする可能性は高い。例えば薬品を使う理科の実験、嫌な予感はどんどん高まっていくようだ。非常手段を使ってでもとにかく授業を中断させると決意する。周囲を見渡し誰もないことを確認すると、収納されている真っ赤な生姜器を取り出した。あ、これをガッチャーンってやっちゃうのかな。ふぅ、はあ。生姜器を振り上げ、やっぱ窓にぶん投げる。ブン。非常ベルに投げつける。なんでベルに投げつけなくても普通に押せばいいんじゃないの。火事だー。理科室の前で思いっきり叫んだ。非常ベルの音で各所教室がざわめく。皆さん落ち着いてください。これはサースカ先生だな。今確認を取ってきます。サースカ先生の人影が見えた。来る、来い。消火器の栓を開けた。そういうこと。消火器使ったってそういうこと。武器にしようと思ったってこと。俺は先生が扉を開けると同時に白い泡を勢いよくぶっ放す。そこまでやっちゃう。しかも粉末タイプじゃなくて泡タイプのやつなのね。うわ先生。俺は白々しく驚いた。全身真っ白。あ、山田さん。その真っ白な絵も欲しかったな。すみません、ごめん、臭かったので火事かと思って消火器を使ったら先生が中から出てきて。ああ。呆然としながら俺を見下げる。焦げ臭くなるような実験はしてなかったんですけどね。そうですか。
非常ベルを鳴らしたのはあなたですか？はい。非常ベルを鳴らして消火器を使って辺り一面を真っ白にして、僕まで真っ白ですよすみません。さっきのベルは一体何があったんですか？そりゃ他の先生も来るよね。ん？山田さんはなんでここに？おトイレに行ったはずじゃ。ほどなく他の先生たちがこっちへやってきて、沢塚先生が説明をする。先生は俺がやったことを単なるいたずらではなく正義感に満ちた勇気ある行動だとかばってくれた。このかばってくれたのも計算のうちなのか、本当にかばってくれてるのか。でもな、黒幕の声が声優さん明らかに一緒だしなありがたいとは思わなかった。騒ぎを大きくさせたくない彼の意思の表れに思えたからだ。ああなるほどね。渚先生やうるみ先生も困惑しっぱなしだし、他の先生たちは宿長らしからぬ俺を見て汚らわしいものを見るように眉を潜めていた。まあこの反応が普通だよな。それから先生たちにお説教を食らっている間に授業終了のチャイムが鳴った。授業を妨害するという目的は果たされたのだ。山田さん、とりあえず放課後に職員室まで来てください。おっと、これは怠慢になっちゃうね。これ1対1になっちゃうね。はい。沢塚先生はさりげなく告げて理科室へ戻っていく。放課後か。一旦装備を取りに寮へ戻るべきだろうか。一応通信用に使えるスマホと小型ナイフは持っている。いざとなれば縦代わりのカバンもある。これで何とかやってみるか。でもなんとなくこれだけじゃ不安だな。お、キュピン、かわいい。かわいいな、相変わらずこのチビキャラは。現時点で俺が打てる手といえば。学院生活って、素敵。唐突。あいつか、あ、なるほど。ユーリちゃんを仲間に引き込もうってことね。考えてみれば俺が知ってるガードって有利だけなんだよな。他にも目星のついてる人間はいるが、今のところお互い不干渉を貫いている。そもそも有利みたいに他の会社のガードに接触するなんて普通では考えられないのだ。いや、そもそもあいつが本当にガードなのかも怪しい気がするんだけど。まあ確かに一番最初ナイフ突きつけてきたのはあるけど、それ以外は結構ちょっと抜けてる感じのキャラクターだよね。彼女に相談するべきだろうか。まあでも悪い感じの子では明らかにそんな感じしないので、全てを相談するだな。アイギスからの情報とこれまでの行動からすると、俺たちの敵ということはまずないだろう。実際に戦闘能力は未知数だが情報力は高い。俺の正体を知っているのは理事長以外彼女だけだ。なでしこ会の3人とも面識があるし、優位なら協力してもらえると思う。教室に戻ると、俺はまっすぐ優位の席に向かった。あれ、どこに行ってたの？非常ベルが鳴ったりして大変だったんだから。優位、ちょっといいか？ん？教室全体が見渡せる場所へ優位を連れてくる。何かあったの？ユーリには話しておこうと思って。え、何？純粋な疑問と新しい情報への好奇心からか、ユーリはなんだかちょっと嬉しそうだった。俺が学院に来た理由の一つに笠ヶ崎雪乃の護衛があるんだが。うん。知ってたのか？雪乃様の護衛を頼むって学生会室で言ってたじゃない。だからそういう任務を受けてるんだと思ってた。あー、そっか。雪乃様の専属ガードなら、なんで彼女のクラスに入らなかったの？それは学力が足りなかったとか、そういう問題。他の任務もあるからだ。へー、他の任務もあるんだ。このクラスの誰かも護衛してるとか？それは言えない。あ、そう。
一応レンちゃんも護衛対象なんだけど、あんまり襲われないな。なんか雪のばっかだもんね、ほんとね。まあレンちゃんルート行くとまた変わるんかもしれんけど。それでなんでそんな話をするの？雪乃が危ないんだ。またストーカーに狙われてるの？違う、ストーカーじゃない。俺が転入してきてからすでに2度も彼女の食事に毒がもらえている。気づいてなかったのか。まあ気づかれないように処理したのはこの俺なんだけど。で、犯人は分かってるの？おそらくサースカ竜兵だ。理科準備室で雪乃に使った薬品を見つけた。一般人が手に入れられないような手に入れられるような薬品じゃない。おそらく彼が雪乃を殺そうとしていると思う。それで放課後やつと単独で会うことになってる。もちろん俺をおびき出す罠の可能性が高い。だったらわざわざ行かなくても。逆にやつを取り押さえる好機とも言える。護衛任務の最も困難な点、それは常に受け身であるということ。いつ来るとも知れない暗殺者から対象の安全を守るのは恐ろしく疲弊する。だからこそ俺たちは暗殺者を見つけて排除する。アイディスが守るのはスンバカギーの命ではないのだ。かっこいい。俺がやつと会っている間、ユキノの護衛を頼む。それはいいけど、でも今ユーリしか頼れるやつがいないんだ。ちょっと頬をあからめちゃったよ。その信用してくれてありがとう。彼女はポッと頬を染めながらもあまり感情を出さずに礼を言った。でも一人で平気なの？さあどうだろう。どうだろうって何とかする。そのために学院に来たんだから。そうだけど、私が他にできることはない？雪乃の護衛をしてくれ。それ以外は考えなくていい。本当にそれでいいの？わかった。くれぐれも気をつけて。わかってる。ユーリは緊張した面持ちでうなずく。だから俺は笑ってうなずいた。なんだかんだ仲間がいるってありがたいことだね。そして放課後はあっという間に来た。失礼します。サースカ先生の席には普段通りの彼が座っていた。椅子をくるりと回転させてにっこりと笑う。ああ、来ましたね。っていうか職員室他の先生たちはいないのかな？どうなのかな？何か飲みます？コーヒーとか紅茶とか。いやいやいや、それはちょっと危ないな。さすがに危ないな。毒物もらえそうだな。ふるふると俺は首を横に振った。毒でもらえたら困るしな。さて、まあ話は昼間の一件なんですけどね。そうだろうな。でもそれだけじゃないんだろう。そうですね。他の先生方がいらっしゃる前でこれ見よがしに叱責するのもあれですしね。やっぱ今のこの場所には他の先生もいるんだ。ちょっと屋上で話しましょうか。おっと、これマジで一対一だな。今日は暖かいですし、風に当たりながらね。はい。屋上でドンパチ騒ぎしても、いや、バレバレかバレバレか。でもなんかあってもおかしくないな。先生は白に手を入れたまま立ち上がり、他の学生たちへ挨拶をしながら俺と屋上へ向かった。いや、ドキドキしてきたね。5月の生ぬるい風が頬を撫でていく。屋上から見上げる空は広くて、傾く夕日がきれいに見えていた。ここには俺とサースカ先生しかいない。いろんな意味でとても都合が良かった。サースカ先生はフェンスに背中を預けて大きなため息をつく。おっと、専用のイラストがあるんかい。かっこいいな。地味にかっこいいな。このやら、このやらかっこいいな。ここセントテレジアはお嬢様が通う歴史ある学院だというのに、あのようなことをするのは感心できませんね。以後気をつけます。淑女はつつましくおしとやかに、決してあのように消火器を振り回してはいけません。そうですね。
でもそれはお嬢様の場合の話です。あ、この感じやっぱり正体バレてる、正体というか男ってことバレてる。君は違いますよね。二度も邪魔をされてはさすがの僕でも気がつきますよ。ああ、これあかん笑みや、これは悪いやつの笑みや。これサスカ先生の声に鋭いものを感じた。とっさに隠し持っていたナイフに手をかける。女の子の中では一番好きだったのでとても残念です。ああ、これは本音ですよ。え、どういうこと、どういうこと。他の生徒興味ないとか言ってたじゃないかよ。彼の表情はどこまでも穏やかだった。え、これが、これがけど喋るために見える白い歯が狼の牙のように鋭く光っている。春日崎幸乃のストーカーをそそのかしたのはお前か。ええ、子供を投げに言う、普通に言っちゃったよ。幸乃のティーカップに睡眠薬を塗ったのも。はい。素直に肯定しすぎてちょっと大丈夫かこれ。料理に毒を持ったのも。ま、仕事ですから。仕事だったら何でもしちゃう。まあそういう暗殺的な人だったらまあ普通にやっちゃうか。出なければこんな学院に来ませんよ。こんな女だらけの場所。本当に悔しそうなんですけどそっち唐突にギャグをぶっ込んでこないでってことはやっぱりホモなのかなまあさっきの女の子の中では好きってのは別に変な意味じゃないってことか。今すぐ手を引いて学院を去れ。それで男子校でもどこにでも行けばいいだろう。これは仕事なんですよ。ですから去るのは君の方です。背中からの風に白衣が音を立ててなびく。彼は笑みを深くした。随分と余裕だな。まあね、君に勇気があるのは認めましょう。いや、のこのこ屋上までついてきたのは無謀としか言えないかもしれませんね。ん？クラリ、え、う、なんだ、めまいがする。え、いつの間に？そろそろ効き目が出てきた頃ですか。え、なんか空気感染する代物か何か。めまいがするんでしょ。何のことだ。君はもうすぐ立っていられなくなりますよ。いつの間に仕込まれていたのこれ。催眠術にかかったように片膝がカクンと折れる。サースカは哀れみのような表情を浮かべて俺を見た。体が崩れそうになるのを気力で抑えるが、平衡感覚を保とうと左右に体が揺れてしまう。やばい、どんどん意識が朦朧としていく。早く接近線に持ち込まないと。けど前に進んでるのによろめいてしまう。かわいそうに。何をしたんだ。なぜ僕が屋上に連れてきたと思います。風があるからですよ。やっぱ風に乗って何かの薬品ばらまいてたってこと。風、あ、しまった、ガスか。大丈夫、苦しみませんから。で、風向きを調整して自分がこう浴びないような風向きにして、なんか催眠ガスみたいなのをこう巻いてたってこと。君はただ眠るだけです。今日の騒ぎを起こした自責の念から悲嘆に暮れて飛び降り自殺。うわ、マジで殺しに来てる。傷つきやすい最近の若い女の子なら珍しい話ではありません。マジで筋書きまで用意してるってのかよ。う、何か文句を言ってやりたいのに路列が回らない。意識も一気に落ちていく。これって本格的にヤバくないか。うん、多分ヤバい、絶対にヤバい。隠していたナイフの手を、刃を手で握る。くっ、ものすごく痛い。でもこうしないと意識が自分でちょっと傷つけたってことね。あー、畜生、まだ一発も殴ってないのに身動きすらできないじゃんか。
こいつをやっつけたらぶん殴ってやる。せめて君が男の子なら殺さなかったのに、どうして君は女の子なんですか。あれあれ、男ってバレてない。あれ、うるせえ、俺は男だ。あ、やば、もう目を開けていられない。強くナイフを握りしめた。鋭意な部分が肌に食い込み、えぐるような痛みを感じる。痛い、痛い。でも眠っちゃダメだ。雪乃を守らなきゃ、蓮のことも守らなきゃ。俺は将来課長のようなガーディアンになって、世界の要人を守るアイギスの盾になるんだ。こんなところでやられてたまるか。でも動かない。手が、足が、まぶたが、ゆっくりと行動を静止していく。こんなところで、こんなところで。そこまでよ。おう、ユーリちゃん。何？思いまぶたを開けると、ユーリが仁王立ちをしていた。ユーリ、ユキノ様は安全な場所へ移したから安心して。そう言うと、ユーリはサスカをきっと睨んだ。こらー、私のクラスメートに何すんのよ。絶対に許さないんだから。ホムラさんはガードでしたか。うん、そこも見抜かれてるのね。そう、彼女がユキノ様を守るガードなら、私はクラスメートを守るガードなんだから、助太刀する言い分にはなってるでしょ。まあそうですね。そしてあなたはユキノ様を狙う暗殺者。これまで主に薬品系を扱い、傭兵として暗躍してきたが、爪の甘さは天下一品。そうなの。そうですかね。今すぐ地獄に送ってやる。ユリはサイレンサー付きの拳銃を構える。おお、本格的。覚悟はいい。さすがに一筋縄ではいかないようですね。サースカは屋上にある倉庫の鍵を開けると、中から武器を取り出そうとする。そんなとこ隠し持っていたの。させない。妨害するためにユリがすぐさま銃を撃つが、サースカは余裕を見せるようににやりと北総へ見、倉庫の扉を使ってユリの狙撃を防ぐ。すごい反射神経だな。一応傭兵ってことは間違ってないのね。そのほんのわずかな間に、サースカは倉庫から見当てのものを取り出していた。こういうのどうですか。なんだろう、クロスボウ、かっこいいでしょ。ああ、確かにこれなら音もしないし、殺傷能力高いし。白衣にクロスボウなんて組み合わせ悪くない。そのイラスト欲しかったな。大丈夫、矢に猛毒を塗っておきましたから。いいですね。これならかすっただけでも毒が回って死んじゃいます。ほーら、僕っぽいでしょ。最悪。こういうのもありますよ。じゃじゃーん、ニコチン毒を塗ったナイフ。何でもかんでも隠し持ってんな。これ僕のお手製なんですよ。サースカはユリを癒やすかせるようにわざと獲物を見せびらかす。手作りは愛着が持てるから大好きなんです。あっそう、それだけあれば十分でしょ。さっさとやられてちょうだい。くつくつ笑ってっていうのかな、これ。ゆっくりと振り向く。ホムラさんはせっかちですね。おっと。サスカは身をかがめたまま後ろに飛び、彼がいた場所に銃弾がめり込む。しかも銃弾は俺の背中の数十センチ上を飛んでいった。危ない。スズカめちゃめちゃ危ねえ。俺ここにいるんですけど。もう目の前飛んでこなかった銃。そんな俺の心の叫びなどつゆ知らず、サースカとユーリは勝手に銃撃戦を始める。屋上には身を隠すような場所がほとんどなく、校舎からの階段と貯水タンクぐらいしかない。さっきの倉庫の扉は。サースカは身軽に飛び跳ねて壁に背を向けた。人を殺した経験はありますか。幸運なことにないかな。先生はたくさんあるんだよね。調べたらいっぱい出てきたもん。彼女はちらりと白い記事を見た。サースカの顔が見えた瞬間に3発銃を撃つと、壁が粉塵となって潮に散る。
それは牽制だったようで、ユーリはすぐさま手と脚力を使って音を立てないよう屋根に登った。ちょうどサーズカの真上に立つ彼女、両手に銃を構えて彼の首に狙いを定める。観念しなさい。甘い。やられたん。間一髪のところで右に避けると、そのまま逃げるサースカを追いかけるように乱射する。危ないじゃないの。こっちも命張ってるんでね、君には死んでもらわなきゃならないんですよ。サースカはクロスボウを持ちながらどんどん風を上にかけていく。このままでは俺の二の舞だ。ユーリ、追いかけるな。え、何、聞こえない。僕を追いかけるなって言ってますよ。うん、余裕だな。なんで？こうなるからですよ。おっと、なんか持ってる。白衣のポケットからアンプルを取り出すと、中の液体を風に乗せて撒き散らす。液体が付着した部分が溶けていく。そっち、今度は眠らせるやつじゃなくて溶かしちゃうやつ。肌についたら軽い火傷じゃ済みませんよ。ってことは濃硫酸かよ。女の子相手にやることじゃねえ。うかつに近づけないユーリは一旦距離を保った。彼女の風が風で揺れているが、異界で逆立っているようにも見えた。この制服高いんだよ。請求書出すからね。新品のに変えなさいよ。君が生きていたら受け付けますよ。おお、かっこいいけど、ここに主人公入ってほしい。クロスボウを構えるサザスカ。ユーリは銃を構えた。僕はね、本当は殺すのがあまり。なんか人の話はちゃんと聞いてください。ちょっと急にギャグを入るな。急にギャグを入れ込むな。教師からのお説教は学生時代に十分聞いたから結構よ。二発目の矢を撃つサザスカ。ユリは抜群の反射神経で避けると一気に間合いを詰めた。こっちの番だよ。サースカに向かって銃口を向けるユリ。しかし距離を詰めていたことで銃を持った腕をサースカに抑えられてしまう。やっぱり近接戦闘では男性の方が有利だよね。なら、とっさに体を回転させ反対の腕で鼻っ端を殴ると、サースカは情けなくよろめいた。ユーリちゃん強いんじゃん。サースカは鼻を押さえたままとっさにユーリに向かってクロスボウを投げつける。運悪く投げつけられた棒の部分が目の上に当たり、ユーリが目を押さえて崩れ落ちる。ひどい、目のダメージはひどい。ユーリ、ちょうど目つぶしの状態になり、彼女は焦点を定まらない目でサースカが立っているらしき場所をにらみつけた。勝負ありましたね。サースカはニコチン毒を塗ったナイフを取り出すと、悠然と歩きながらお手遊ぶように刃を濡らす。僕はそっちにいませんよ。後ろに回れてる。二人の距離はよほどの素人でなければナイフが外れない程度になった。あ、外れないほどになった。くっ、俺の体さえ自由に動けたら。君もかわいそうに首を突っ込まなければ長生きできたのに。絶対に守ってみせるんだから。クラスメートを傷つけて許さないんだから。ユリの言葉に胸が熱くなる。俺は何をやっているんだろう。こんなところで寝ている場合じゃない。ユリがあんなに頑張っているのに、俺はただ見ているだけじゃないか。なんとかしなきゃ。俺が血だらけの手で制服を脱ぎ、固く丸めていく。ナイフぐらいならこれで受け止められるはずだ。寝ている場合じゃない。起きろ。死んでも起きろ。すぐに山田さんと春日崎さんも送ってあげます。ですから安心して行ってください。ユーリー。二人の間に走り、固めた制服でナイフを受け止めた。
フが飛んでこない。しかしナイフって結構刺さるのでは。ユーリは殺させない。胸がない。まあ脱いだからね。そうだね、脱いだからね。下着ごと脱いじゃったのね。がっくり。第一声がそれかよ。ほんと唐突にギャグぶっこんでくる。嘘、そんな、一番取り乱しとるやんけ。本当に男だよ男。まったく女に興味がないのに俺には興味津々だったから、半分バレてるかと思ってちょっとヒヤヒヤしてたぞ。ほうけてるサラスカの頭を両手で拳を握って殴る。弱めたサラスカの腕を取り足をかけて転ばせると、そのまま腕を ひねり上げてその上にまたがった。サラスカは首をひねり俺を見る。身長、骨格、顔、性格、全部いい。ちょっと完全に高骨と惚れた表情をすんな。顔をあからめんな、やめろ。本当もうさっきの緊張感はどこへ行った。すごい、僕の理想の男の子ですよ。誰だよ。キャラ変わっちゃったよ。誰だよもう。うわめっちゃラブリー。体を半回転させて抱きついてくる。その時の絵が欲しかったな。こら抱きつくな。くそ、ユーリ俺の声が聞こえるな。うん、そのまま銃をまっすぐ投げろ、俺がやる。うん、山田さん、せめて最後は甘い思い出を。やめろ。やめろもう。上にまたがり額を押さえつけるが、強靭な精神力で俺の手を押し返してくる。この変態、これ使って。ユーリが思いっきり銃を投げてきた。もっと触らせて。やめろ。やめろ。死ね。睨みつけたままユーリが受け取った銃のセーフティーロックを素早く解除。そしてやったやった。いい、なんかギャハーっておかしいやろ。死ぬ時の声じゃないでしょ、ギャハーって。あー気持ち悪かった。さようならサースカ先生。俺もそのうち行くかもしれないけど、先にあの世で待ってな。なんかこのセリフ言ってもな、なんか閉まらないな。そう言って幸せそうに目を上げて死んでいるサースカ先生の目を静かに閉じてやる。本当にあれで死んだの？嘘。笑って見えてる白い歯はこのままにしておいてやるか。せめてもの選別だ。なんかいいエンディング醸し出してるけど、いいんだろうかこれ。なんとも言えないな、もう笑っちゃうな。あー浸ってるとこごめん、それ麻酔銃だから死んでないよ。ですよね。ギャハーって言ったし、ですよね。何？だって殺すことないじゃん。ほらこっちが実弾銃だし。アイオン銃を俺に見せるユーリー。な、あ、言われてみれば。1秒でも早くサスカを仕留めようとしていたから気づかなかった。ユーリーが投げてよこした銃は横にいた別物だった。抱きつかれた状態なら確実に弾を打ち込めるでしょ。それでとっさにね。ナイス。確かにその通りなんだが、敵を生かして情報を得るという意味でユーリーの判断は実に正しい。結果的には倒せたんだし、いいじゃない。そうかもしれないけどさ、気づかずに決め台詞まで言ってしまったなんて。主人公も恥ずかしい。俺は今猛烈に恥ずかしい。もう本当もう、ったく。息を吐いて通信用のスマホを取り出し、アイリスと連絡を取る。カスカス雪のを狙っていた犯人を捕らえました。身柄を引き取ってください。了解した。シールド9、ご苦労だった。引き続き任務に当たってくれ。え、これで終わりじゃないの？は
あと新しい制服を送ってください。俺と穂村優里の分2着。だいぶ汚れてしまったのと布が破れてしまいました。そちらも了解した。すぐに送らせよ。よろしくお願いします。あー眠い。腰を下ろし夕焼けに染まった空に向かって吠えた。横では同じく夕焼けに染まった優里がはにかみながら俺を見た。あ、見ていた。ありがとう、制服。いいよ、もともと優里を危険にさらした俺が悪いんだ。かっこいいとこあるじゃん。こりゃ惚れたな。そうか。山田さん好きですよ。おめえは黙れ。本当もおめえは黙れ。く、締め殺してやろうか。笹塚先生のことはもういいじゃない。あとはアイギスに任せればいいんだよ。もう、そういや雪乃はどこにいるんだ。ああ、私の部屋に閉じ込めておいた。閉じ込める。今頃怒ってるかもね。そっか。まあでも今回は助かった。当たり前じゃない。あんたは私のクラスメートなんだから。ゆりちゃんも偉いの。ゆりは俺の隣に腰を下ろすと肩に頭を預けてくる。これもう完全にメインヒロインやん。ただし一周目は攻略不可能みたいなんだけど、選択肢はことごとくなんかロックされてんだよな。何してるんだ。ちょっと休憩。習字の体あったかくて気持ちいい。前あんなに裸見られたビエーって言ってたけど完全に心を許したね。助けてもらったお礼だと思ってこのまましばらくこうしていなさい。おう。心臓がバクバクするけど不思議と心が安らぐ気もした。彼女とは戦友みたいな間柄なのかもしれない。ああ、一周目こういうことか。ずっと戦友のままでいようねみたいな。で、それ以上行こうと思ったら二周目行こうってことなんかな。まあなんか条件満たさなあかんのかもしれんけど、一周目だけじゃないんかもしれんけど、条件が。それに彼女の方こそあったかくて気持ちがいい。ちょっと焦げ臭いけどな。けどその香りも俺にとっては身に染みたものだ。ふわー眠い。アイギスの仲間が来るまで少しだけ眠ろうか。ユーリはそれまで肩を貸していてくれるだろうか。ユーリ。何？はあ。は？ちょ、あんたが寝てどうするの？もう、寝顔まで可愛いなんて卑怯だぞ。あった。あった。ギュリちゃん。ああ、起きちゃった。ふう。ふう。頬に柔らかいものが押し当てられたような気がした。なんだか気持ちよくて心があったかくて。俺はアイギスが到着してユーリがサーズカを引き渡してもずっと深く眠ってしまったままだったんだ。ええやん、もうメインヒロインみたいじゃん。ここまでのご視聴ありがとうございました。そしてお疲れ様でした。よかったらチャンネル登録や高評価のボタンをポチッと押してくださると幸いでございます。それではまた。